せーの、メディア評価法対策講座。はい。ああ、さあ、お二人、苦い感じで。力が出ねえ。そして冒頭で俺も噛むみたいなね。まあ、このコーナー、メディア量化対策講座なんですけども、図書館戦争の世界ではですね、様々な言葉がですね、規制を、努力して飲んでるのはわかるけど、流れを止めるな。ごめん。ごめん。昨今、稀に見ますよ、こんなの。ごめん。まあ、さまざまなことが規制を受けているんですけど、ごめんなさい。もしもそんな風な世の中になっちゃった時のための訓練ゲームとなります。はい、まあ、原作とはもう一切関係ない状態で、はい、やっていますので、ある種のゲームとして受け取ってくださいね。はい、まず、出題者と回答者に分かれます、はい。出題者にはスタッフから出されたお題の言葉が渡されますので、はい、別の表現で言い換えたり、ジェスチャーを使って回答者に伝えてください。回答者はその表現を聞いて元となったお題の言葉をどんどん当てていっていくと、難しい場合はパスもありという、はい、なるほど。そしてこのゲームはですね、女子寮パート男子寮パートの対抗戦となっております。毎週獲得ポイントの高かった方のパートに白星が一つつきます。最終的に白星の多かったパートの勝利となります。はい、というなっておりますけれども、まあ、今日は石田さんいらっしゃってるんでね、どうせなら3人でやろうと。絶対勝てるだろう、今日は石田さんがいらっしゃれば。でも絶対勝てる。ゲームの様子がよく分かってないよ。なんでですか。だから、なんでですか。だからまず、お手本として、うん、僕と前のが、まずやってみせます。はい。回答者、そうしてください。ぜひそうしてください。それを、見ていただいて、ああって思った時に、次の時に石田さんに参加してもらいます。わかりました。はい。なので、まず僕と前ので、恒例の、回答者か出題者か、決めましょうか。まあでもなんか前回が、あれでしょ、女子の各得ポイントが、13ポイント、うん。これも余裕じゃね？これ勝てそうだね。これはもう、ね、勝てそう、今日は。今までが結構、あいつらは結構もうズルしまくってて、23ポイントとか、ありえない数字でやってて、しかも、よくよく聞いてみると、うん、同じ問題やってやがるから。え、何それ。どこかで女の武器を使ったのはあいつらかもしれないけどね。もしかしたら。二人が。もしかしたら。みゆきちもあんな風に清楚な声出しといて、実はものすごいエグいことやってるかもしれない。腹黒いかもしれない。もうね。汚いな。いや、わからないですけど。わからないかなんかは。すげえ今、相手の顔見えましたね。まあ、そういうわけでね、今回13ポイント以上目指してね、頑張っていきたいと思いますよ。はい。はい、じゃあ、どうする？どっちかやりたい方ある？前のは。いや、特にどっちでも。じゃあ、いつものあれで決める？じゃんけんするか。じゃあ、図書館戦争バージョンになったじゃんけんをしますか。はいはいはい。やりますか。はい、じゃあ、行くよ。はい、せーの。ゲンダーレドゥーン、インジャンホイ。俺、頭開けた俺、必ず勝つな。俺、じゃあ僕が、また出題者になる。回答者ね。で、前のが回答者になる。はいはいはい。はい、それじゃあ行きますよ。それでは用意ができたところで始めたいと思います。はい、それでは行きましょうかね、はい。お願いします。ゲーム、スタート！これ。ヘッドホン？はい。これってありなんだ。腹筋、お腹？これ。そして、笑わせる人たち。芸人さん？はい。当たり。はい、海に行った時に必ず履くパンツ。海水パンツ。オッケー。なんて言ったらいいんだろうね。心霊現象とかに出てくる、その、ドロ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 って足がない。幽霊。そうそう。足がないってやばいな。そして、芸人さんで歯が出ている人。さんまさん？はい。そして、これはですね、日本の一番北。北海道？それ。それ。何それ空調じゃあ、それを言うな。何わかんない。ちょっとパッションわかんない。緩いな、これ。トイレの中にあるさ、やつを何々回さなきゃって言うじゃん。換気扇か。それ。こう。これを。チョップ。それ。こうわかんねえだろ、それ。ライブとかに行って、自由席の他に何がある？指定席？それ。はーい、終了。これ、もう余裕だよ。うん。これはね、こんな感じです。こんな感じです。ああ、ジェスチャーを使ってもいいですし。結構なんか、だいぶ緩いですね、これね。ほら、これ見てみたいな。はい。そのものを指してもいい。わからないっていう。それでもね。なるほどね。そんな感じで、今回、結構いい感じにね。言ってるよな。うん。本当はダメです。なんか、本当はそういう直接的に物をさ、指さしたりして、これとかいうのダメって指示が来てるよ。来てや。
まあでも僕ら、あの、第1回、第2回の時も言ってたんですけど、うん、ラフプレイを上等っていう。俺でもね。やっぱ男子寮ってそういう男らしいところ出していかないといけないじゃないですか。審判に見つからなきゃ反則にはならないから、ね。そうですよ、サッカーで。もう10ポイントだった、今取った。10ポイントほら、あと3ポイントで。これね、いけますから、もうサッカーと同じ要領でございます。うん、なるほど、ね。どん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 ラフプレイやって、うん、見えないところで。でもね、俺女子の聞いたけど、あいつらさ、桃の時にピーチとかって言ってたから。もう答えたろ、それがっていうね。それはアウトだね。これ答えだろ。これ完全にあるでしょ。さあ、そんなわけですね。じゃあ、どうしようか。石田さん、どっちやってみたいですか？え？じゃあ、答える方。完全に今、楽な方に。しちゃったやん。うん、じゃあ、出題者やりましょうか。うん、え、何？どういうこと？石田さんに出題してもらいましょう。あ、そう。わー。じゃあ、俺が、自動的に回答したら、俺自信で。これ、俺、すごいバカにしますよ。もし3ポイントとか取れなかったら。難しいじゃん、でも第1回目の時あったよね。余裕だなとかって思ってて、なんか素振りがわかんねえとかってなって。そう、だってこいつがずっとブン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 やってる動作しかなくって、うん、僕はずっとバッティング練習とか、フライ練習かなって言ってたら、ずっと素振りだったんですよ。まあ、それで3ポイントぐらいしか取れなくて負けちゃう。そう。そういうのもある。4ポイント取ればいいから。とりあえず、これは難しいなと思ったら、もう、即座に飛ばしてください。で、これはいけるなと思ったら、どんな表現を使ってでもいいので、僕に伝えてください。これ、俺も途中でちょっと軽いヒントはダメなんですか？あ、いいよいいよ。いいよね。やろう。それでいこう。3人だもんね。これでダメだったら、うんうん、石田さんを回答者にして、うん、で、前のを出題者にすればいいから。いや、なんだよ、それ。お前、ほんと自由だな。俺、そうやってやってくれ。俺、勝ったんだったら何でもする。俺ももうそうしたいでも。俺、女子用になったら何でもいいよ。どんだけ汚いと言われようが、俺、勝ったらいいもん。よし、わかった。よっしゃ、それじゃあ行きましょうかね。はい。ゲーム、スタートです。電気が使えてある、洋物の三味線みたいなやつ。ギター、エレキギター。ああ、どれどれ。これむっちゃ。マダムタッソー。マダムタッソー？東京タワーの下。作り物。作り物、ロース、ん？ロー、人形。ああ、そうそう、ロー人形。そうそうそう。正解。お腹の裏側。背中。正解。絶叫マシーン。ジェットコースター。どうぞどうぞどうぞ。こう、これ。ヘッドホン。これ大丈夫だろ、これ、言葉的にこれ。何？言葉的に何？かわいい子、ブリッコ。ガール。これ。正解。おー。サーフィン、海、乗る、波乗り？ちょっと前半だけ。頭。頭？じゃあそれは忘れて。忘れて。ああ難しい。ほら。いや、でもね、今回余裕があったから、ちょっと面白かった、俺これ見て。今回すごくなんか、たっぷりめでやれました。すいませんね。いや、でも、だいぶ際どいのありましたけども。どんだけできたんだ？これ絶対勝った。絶対勝った、これは。おー、ってことは5問正解で合わせて15ポイント。15ポイントですよ。勝ったー！やったー！やったね！いやー、今まで実は僕ら2敗してたんで。俺ら最強。絶対勝ちたかったんですよ、ね。俺ら最強。最初に10ポイント稼いでもらったのが良かったですよ。ありがとうございます。いやいや、今日は石田さんがいらっしゃるからね、やっぱりあんまり無様な姿見せたくなかった。ね、ざまみの女子寮勝ったボケ！女子寮のみんなは来週、センブリ茶を飲んでくれるんでしょ？ああ、そうですね。まさかね、先輩がこうおっしゃってるんだから飲まないわけだよね。あ、そうですね。そうですね。まあ、なかなかのね、こういうリクエストもありますけど。なんで俺らだけ体張ってんの？女子寮のお二人には、来週、ね、次の週、来週の時に、ちょっと、このゲームの、このゲームの前に、前に。じゃあ、負けたんで飲みますっていう。それで行きましょう。はい。ねえ。なんで一回一回罰ゲーム作らなかったやめろよ、これ勝てるだろ、これ。今度負けたら今度これになるから。まあまあ、近々ちょっとやってもらいましょう、やってないね。いやいや。うん。さあ、というわけでね、今回は男子寮パート勝ちましたんでね。イェーイ。やっとくさ、一勝でございます。やっと勝ったぜ。そして、まあ現在はですね、女子寮が2勝、そして男子寮が1勝というわけでな。まだちょっと足りないからね。頑張って追いつき追い越し。まあ追いかけるぐらいがね、やっぱりちょうどいいですよ。もう追いつき追い抜け、引っこ抜けていきましょうかね。引っこ抜くのか。引っこ抜くどこぞの緑の、あへよ、みたいな感じで。危ないか言わないか走れ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 みたいな感じですよ。まあそんな感じでいきましょうかね。さあ頑張っていきます。では、以上、メディア寮歌法対策講座でした。